マンハイム型マンハイム型はドイツの鉄道車両メーカーであったデュワグをはじめとする企業が製造した路面電車車両従来の連接車から設計を変更し近代化を行った車両で西ドイツやオーストリア各地の路面電車への導入が行われた1951年に製造された試作車以降デュッセルドルフに工場を持っていたデュワグは西ドイツをはじめとする 世界各地の路面電車へ向けて、デュワグカーと呼ばれる路面電車の製造を続けていた。その中で1960年代の終わり頃、マンハイムの路面電車で最後に残っていた旧型二軸車両の置き換えにあたり、マンハイムシデンガ側の要請に基づき従来、製造していた連接車から設計を改めた車両を導入することが決定した。これがマンハイム型と呼ばれる車両である。 主電動機や台車、直角カルダン駆動方式を用いた駆動装置などは従来の連接式デュワグカーを踏襲する一方で乗客の快適性向上を図ったことで車体設計が変化し視界向上のため前面、側面窓が髪型に拡大した。それに伴い前面方向膜の位置は髪型に移された。また上高扉のガラス面積も下方に拡大し、停留所や 駅のプラットフォームとの段差が目視できるようになった。車内には座席や握り棒に加え、カバンなど手荷物を乗せることができる折りたたみ式のテーブルが設置された車両も存在した。投入する都市によって全商等の形状は異なり、最初に導入されたマンハイム向けの車両は全面下部に2個設置された一方、ウィーンやクラーツなどに導入された車両は1個のみ。 設置された。またマンハイム向けの車両は、西ドイツの路面電車で、初めて冷房が搭載された。1969年に、最初の車両がマンハイムに到着し、試運転で良好な成績を得た後同年12月23日から、営業運転を開始した。以降は、デュッセルドルフをはじめとする各地の都市へ導入され、デュワグ以外にも、リンケ・ホフマン、マンによる、 ライセンス生産も実施された。また、オーストリアのウィーンやグラーツ向けに、オーストリアの国内企業であるシメリンク・グラーツ・パーカー、ローナ・ベルケによるライセンス生産が行われ、動力や運転台を有する2.3社対連接車に加え、後方に連結する付随車も製造された。デュアーグなど西ドイツでの製造は1970年代までに生産を終了し、 以降の増備は M、N 型に移行したが、オーストリアでのライセンス生産は1993年まで続いた。以降は超低床電車をはじめとする新型車両導入に伴い廃車が進行している。一方で、マンハイムザングレブ、ヘルシンキなど別都市への譲渡や、中間に低小車体を追加した部分低床化などの改造工事も行われている。ありがとうございます。